はい、こんにちは。今日は皆さんにお伝えしないといけないことがございまして、ご存知の方も多いと思うんですけど、ハワイに、1ヶ月ほど、滞在していたのですが、その中で皆さんからいただいたリクエスト企画や、プレゼント企画や生配信なども約20個ぐらいの企画をハワイで撮影用意しておりまして、まあ、ゲームセンターやみんなが喜ぶであろう新しいような動画もたくさん用意していたのですが、結論から言いますと全て、できなくなってしまいました。それと同時に、マキちゃんが、今後動画にしばらくおそらく出れなくなります。理由といたしまして、ハワイ滞在中に、マキちゃんが、車との接触事故に巻き込まれまして、正直なお話をしますと、車にはねられまして、その場で、病院救急車に運ばれ、そのまま緊急入院という形を取りました。で、状態は、鼻が骨折と腰の前骨折、後ろ骨折で座骨、恥骨骨折、かなりの重症で、動画に出られません。ただ、命になんとか別状はなく、ちゃんと意識もあり、元気っていう言い方が合ってるのかはわからないんですが、一応は元気です。ただ、顔の傷もすごいひどいですし、正直全く歩けない状態がしばらく続きますので、動画には出れません。僕もこの一家の主である以上はもう少ししっかり見ておけば防げた可能性もあるんじゃないかなと反省しております。で、滞在中にその事故がありましたので、皆さんからいただいていました、これをやりますって言っていたリクエスト企画、そして生配信だったりプレゼント企画もひとまずできなくなり、撮影もできなくなり、今まで見てもらったハワイの動画がほぼ撮影した全ての映像になります。で、今後なんですが、ソナは体は何も怪我もなく無事で、マキちゃんだけ怪我をしてしまったのですが、一応せっかく皆様と距離が近く入れているので、なんとかソナと2人で今後しばらくの間ですが、みんなと動画を通じてつながっていたいなという気持ちは家族全員強いので、動画は定期的に上げていきたいと思っております。マキちゃんが少しの間いない動画になっちゃうかもしれないんですが、そんな動画でも良ければ皆さん近くにいてくれればすごい嬉しいです。で、マキはもう退院して、で今もう日本に帰ってきています。で、寝室にずっといているので、別々の生活をしているとかそんなんではないんですが、ちょっと今は見せれない状態ではあります。もう少し回復してきたら声だけの出演とか、仮面かぶって出演とかそういうのはあるかもしれないんですが、ひとまずはその後僕の2人の動画が続くと思うんですが、そんなんでもよければぜひ応援よろしくお願いします。で、リクエスト企画や生配信プレゼント企画は存在はしていたので、とにかくマキちゃんが復活でき次第ゆっくりとまたやっていこうと思っています。今僕にできることは、最大限の看病と、家事であったり、なんとかね、仕事のスケジュールを組み立てて時間は作れるので、しっかり家のこととマキちゃんの看病とソナの子育てとしっかり全部やっていきたいと思います。で、コメントでマキちゃんへなんか励ましのメッセージ、携帯は触れるので、寝ながら触っているので、
うん、なんか励ましのメッセージとかを送ってもらえたら彼女も心強いでしょうし、僕とソナもすごい励みになるというか嬉しいです。まあ心配させてしまうような動画ではあるんですが、一応今後ねしばらくマキちゃんが出なかったらおかしいなって絶対なると思うので、もう言っておこうと思いました。でソナが今いないのは幼稚園に行ってるだけです。はい、その合間に撮っています。ソナはすごいピンピン元気です。はい、っていう感じなんですが、命にとにかく別状はございませんので、そこはご安心ください。ただ怪我の度合いがすごいひどいっていうことと、顔がまあそうですね、まあ、詳しいこと言うと顔の半分が事故当時は現場に駆けつけると、うん、血だらけっていう感じでした。なんとか擦り傷、向こうでその後しばらく療養して擦り傷ぐらいにはなってきてるんですが、まだ出れないような感じで、今そうですね、ほぼ寝たきりです。車椅子にたまに乗るぐらいでっていうような感じです。はい、まあでもね、命にとにかく別状はない、神経系も問題がないとの病院お医者さんの判断ですので、ここからは、まあ、時間薬ということで、時間をかけてしっかり治していって、ね、僕とソナが暗くなったらね、治るのも遅くなると思うんで、しっかり僕とソナが明るく、この家の雰囲気を作っていきたいと思います。はい、こんなね、動画になっちゃったんですが、今後とも僕、ソナ、マキ、3人をよろしくお願いします。そして、ちょっとしばらく2人の動画が続きますが、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。それではまた明日会いましょう。バイバイ。